こんにちは、グリードテコンドークラブ安田です。質問をいただきました。構えてる時にガードを、上げたり下げたりする選手がいると。でこの上げたり下げたりするガード、なんか違いとか、あるんですかみたいなね、そういう質問だったんですけども、構えのガード上がったり下がったりする、これはもう個人差ですと、言ってしまえば終わりなんですけど、一応ね、意味は、あります。ただなんとなくガードがただ下がってしまっているだけって、これは何の意味もないんですけども、上げたり下げたりするっていうところにはちゃんと、役割というか意味があります。なので、結論から言うとこれね、ちゃんと変化をつけましょうということなんですけども、まずガードを下げることと上げること、このそれぞれのメリットとデメリットについてお話ししたいと思います。まずね、ガードを上げることのメリットなんですけども、上段へのガードを上げておくことによって上段を防ぐことができるっていうのと、パンチも打ちやすくなるっていうことですね。でデメリット何かっていうと、足は遅くなっちゃいます。想像すると分かるんですけど、走るときって手振るじゃないですか。速く走るときって足の動作を速くしようとしたときに手ってずっと上にあり続けるのって結構、きついんですね。難しいんですよ。なんで、足が、手がずっと上のまんまの形っていうのはどうしても足の動作速さがね、ちょっと損なわれてしまうっていうところがあります。で、今度下げる方はですね、ガード下げたことによってメリットデメリットは、まず、デメリットはガード下げてるんでガラ空きってことですよね。で、メリットなんですけども、足蹴りの速さは手下がってた方が出ます。手下がってた方がね、蹴りって速くなるんですよ。これは学生の時とかにね、スポーツテストで反復横跳びっていうのをやったことがあったら分かると思うんですけど、あの時手ってずっと下がってると思うんですね。ああいう動作する時って手ってやっぱり下にやった方が早く動けるんですよ。だからそのガードを下げたことによってガラ空きになっちゃうけども、そのリスクを取ってでも早く動きたい時っていうのは手下げて、ガードなしにして、早く攻撃に移れるようにっていう選択をすることもできます。この使い分けが大事ですね。例えば相手が近くにいて、で上段をその一撃でその一挙動で、届いてしまうようなところにいるときはガードは上げてた方がいいし、逆にそのちょっと遠目にいるとき、こういうときは別にそのガードを上げる必要ないので、ガードを上げるよりもその手を前にこう出して、自分の顔とか胴体のターゲットの前に一つ障害物を作っておくとか、いう感じにして、そうするとガードって上じゃなくてこう前って下にこうどっちかっていうと上がってるか下がってるとか形になるんで、そんな感じでですね、状況に応じて、使い分けする、切り替えるっていうのが大事です。もう上下だけじゃなくて、例えば左右ね、こう構えて自分のわざと背中側のガード少し開けておくとか、ここ側にこっちにこう隙作っといて、こっち攻撃さしといて、そこになんかカウンター合わすみたいな、逆に腹側開けといてとかね、左右もそういう風にこう使い分けをするのが大事になってきます。上がいい下がいいとかじゃなくて、状況に応じて、使い分けれるように、変化をつけれるようにしましょうっていうことですね。なんですけども、おすすめとしては上げておく形、これを基準として身につけておくことを僕は強くおすすめします。でなんでかっていうと、意識的にね、こう普段上げてるものを意識的に下げるっていうのはできるんですけども、普段ずっと下がってるものを意識的に上げるっていうのは結構難しいというか、言われた時ぐらいしかできないんですよ。普段基本的にずっと下がってる人のガードを上げろ、言われた時しか上げれないんですね、そういうのってね。普段でもこうやって上げる癖をついてる人が意識的にここは上げとく必要ないから下げるっていう風にする、これはできるんですけど、その逆ってめっちゃ難しいんで、自分のニュートラルな中立的な構えをどういう形にしたいかっていうと、したらいいかっていうと、僕個人としてはその上げておく形をおすすめします。ただし、この形にずっとこう固定せずに、
もっと流動的に戦況とか、状況、相手とのこう間合いとかね、そういうのに応じて、あとまあ駆け引きとかそういうのに応じて構えっていうのは変化をつけれるようにしましょうということです。はい、これが質問の答えになりますけども、いかがでしたでしょうか。またなんか参考になったぞと、ちょっとよくわからんぞと、なんか意見がありましたらまたコメント欄の方に、なんか送っといてください。はい、最後までご覧いただきましてありがとうございました。せーの、いいね、おつ、終わり。